こんにちは、ブルーホスです。ということで続きやっていきましょうか。ブリリアントダイヤモンド、随分と主人公がつまらなさそうにしてるんですが、前回は無事ですね、5つ目のバッジを手に入れたところで、ミオシティに行かなくちゃいけないので、久々にコトブキシティにですね、飛んでいこうかなということですね。で、なんか GMS だっけ、グランドマスターステーションっていうのがあるんですけど、めっちゃ適当に今喋ってるからあれなんだけど、確か、ラジオ、ここまだ行けてなかったんじゃないかなと思うので、とりあえずここ行ってみましょう。で、ここ行って、こいつらもとも戦ったことないと、喋りましょう。カメラの前だから緊張しなくていいっすよ。あー、了解っす。じゃあ緊張しないでいつも通りの力をバッキバキに発揮するんですけど、よろしいですかね。はい。発揮して、こんな発揮じゃなかったのに、つって逆ギレするのだけは勘弁してくださいね。テレビ局の方々ってちょっとね、なんか本当にそういう方々が多いでございますから。ということで、あれこんなんだったっけ、なんかギタリストがなんかすげえ、あーなるほど、じゃあマジカル社員で一気にやってしまいますか。じゃあ回復のアクアリング、はい、素早さならこのエレガントな女の子が一発ですわよ。おほほほ、あーもうマリルもうひょーってなっているので、えい、あ180、まあレベル的にはそんなもんですよね。あら、あなたターニングでは待っていけるわよ、いいでしょう。ギャラはそうだな、1時間謙虚に1時間、23,000円でいいですよ。で、なんか来るボールカプセル、ジムリーダー、ありがとう。じゃあちょっとここ寄り道してて、見をしていて、多分ね、確かね、鋼鉄島だったかな、なんかそんなのに行かなきゃいけなかった気がするんで、わあすごいね、この机の並びはあれだな、徹子の部屋だな。で、ちょちょ、なんか進めない。で、おじさんなんかくれる？もうなんかくれた。フラワーシール。ポケモンとかもそういうの、シールとかも裏方でそういうのとか準備してた方がいいのかもしれないですけどね。本来ね。どうしたどうした？お姉さん何？グループランキングの部屋となってます。グローバルランキングとなってます。いやー、勘弁しろし。はい、君の意見聞かせていいですよ。23,000円、時給23,000円の。君でいいと思う！いや、業界2だね。ありがとう。リーフシールビー。え、君は？私ってすごいことできる。ポケモン交換すれば、まあ、それはそうだよね。当たりやすいんですね。まあ、全部外れて、ブッペーってなっちゃったからね。あれ、1位取ったら何なんだっけ？お姉さん何？誰でも参加ができるテレビ。じゃあ、このパソコンを私にまずはください。くれない。Windows。Windows 26。あ、ここでは買えないか。ちゃん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 。無理。じゃあ、仕方ない。1回目取りましょう。ここにもエレベーターガールがいるのかな？デパートじゃないの。いるんだ。本日は誠にありがとうございます。1階までおります。さあ、そのわずかな瞬間にあなたと私相思相愛つながっておきたいです。はい、到着とで出ていきましょう。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしておりまっちょ。ここは何だっけ、ポケッチカンパニー、なんか新しいポケッチ手に入るかな。ネズッチです。こいつ社長だっけ？はいはい、私は社長。いやー、私は新しいポケモンが、チャーチクルメモ用紙。なんかやることでも書いとくのかな？そうとしか言いようがないよね。はいはい、社長。いやー、私、マーキングマップ。これはなんだ？マーキングマップ。いつもマップを見ていられる。はい、マーキングは何かって、はいはい。もうさすがになかった。え？この受付嬢は？愛人ですか？月いくらで愛人になってるんだい？なんか間違えてどんどん押しちゃうよね。あ、これ2階あるんだ。じゃあ2階登っていきましょう。やばい、手がペトペトする。お前、不審者だろ。しかもサーバーこんな剥き出しで大丈夫か？あとこの部屋めちゃめちゃ寒いんじゃないか？それとも冷やしてなかったとしたらあれだぜ。うん。社長の父です。なるほど。で、あの下のハゲのおっさんはあれか、父親の友達か。サーバー冷やしとかないと、業界の常識だぜ。大丈夫か？ね、とある会社でそのサーバールームの、クーラーを消してしまったことによってサーバーが吹っ飛んで、その損害賠償を社員が払わされたっていうような、なんかすごいことが起こったって何かで見たことがある気がするんだけど、大丈夫かな。ね、この会社ちょっとやばいかもしれない。全てのデータが吹っ飛ぶ可能性が往々にしてあるっていう感じですね。さあ、そんなことは気にしないで、ミオシティにミオミオしに行きましょう。この人、あ、こいつがボロの釣り竿くれるんだっけ？
ボール、いや、思わないです。釣りは嫌いか、いや、釣りは大好きです。ただ、ボールの釣り竿はいりません。アイテムを埋められるのが怖いので、こっちに行きます。お姉ちゃん、ん？待ち合わせしたのにいないじゃない。そうです。あなたはただただ捨てられた女なのです。キャモメに乗っていけばいいんです。ちゃ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 。あ、なんかある。イェイ。不思議な雨。不思議な雨を使ってポケモンをレベルアップ。あ、でもそっか。図鑑を埋めるためにポケモンを進化させるのに、もうレベルアップ普通にさせるのがめんどくさいから使うみたいな、そういうやり方はありかもしれないね。で、メロクラゲ、君は持ったことがないので、あなたを使いましょう。捕まえましょう。使わないです。使え、あ、でも大丈夫かな、これ。ドリンキスとかでじわじわ削るか。クリアバリークリアクリーンプラス、ドリンキスくらいかな。マジカルシャインだったらなんかぶち殺してしまいそうな気がするかな。チュッ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 、体力は減ってないけど、とりあえずあなたのことを吸ってみたいわーと思ったけど、あ、なるほど、毒だから、そっかそっか、なるほど、それだったらあれかな、初めからやっておけばよかったかな。マジカルシャインでもよかったかもしれないね。よし、オッケー、チャー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 じゃあ、モンスターボールで、あなたのことをゲットスクラム。あ、これ、あれや、クリティカルヒットだから、一発で。サンキュー。え、嘘、え、クリティカルヒットで捕まらないことあるんや。はぁ、知らんかった。あれ、100% 捕まえられますの合図かと思ってたのに。いやはや、そんなことがあるんですね。まあ、結局捕まってくれりゃ何だってもいいんだけどさ、なんか悔しいな。一撃で捕まってくれるはずなのに捕まらないっていうのは、なんか悔しいな。よしよしよし、オッケーオッケー。結局捕まりは何でもいいんですけど、うん。ちゃ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 。メノクラゲは、メノクラゲな、あの赤いところが目だと思って、下のに沈んでる水着のお姉さんたちのおっぱいを間近で眺めるというスケベなポケモンだから、こいつはですね、こいつの名前は、のぞき魔ですね。いらない。ちょ、あ、とりあえず、成長が早かったのかもしれない。そもそもレベル何本でドッグだけなっけ、あんまり覚えてないな。ちゃ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 ん、ここが117万。素晴らしい。やっぱり早々に進化させた方があれなのかな、全体のステータス上がるのかな。海のポケモンは海の男でもある。ちゃ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 、ケンゴー。マジか、そっか、ケンゴなのか。船乗りになった友達でケンゴって名前のやつがいるぞ。うん、今海外に住んでるらしいけど。よし、オッケー。タマンタ、タマンタってどこで捕まえられてるのかな。はい、やってる。サイケ、サイケビーム、ビュ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 、ゲッチュソーメッチ、ありがとう。チャーチャー、まあ全然あれでしたね。マジか。地味に残ったな。さあ大丈夫かな。いけ、よし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 、タマンタゲッツ。ゲットはしてないけど、ぶちのめしました。あとはギャロドスってことはドンパッチの出番ですね。弱点にぶつけてさっさと倒して時間を稼ぎつつ、時間を稼ぐってなってんだな、省略しつつ、レベルもアップさせて、威嚇に威嚇してくるんだな、多分な。威嚇の試合、キャー。弱い女の子にそんなで見えるなんて悲惨ですわよ。さあ、急所に当てておやりなさい。ドブ。すごいな、27から30して、一気にレベルが4も上がるなんて珍しいですね。ということで、ありがとう、ギャロス。ライチューの方がなんだかんだ経験値くれるの多いですよ。よーそーら。言い方としては、時。はい。あ、はい。彼女と、キャッキャイチャイチャしてる。ロックンロール戦いはないでも、ドゥ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 ルルルルルー。エレブーだろ。ジェッタはルクシオだったわ。
しかも中止きた、うわ痛々しいやつだなこいつは。いいだろう、そんな貴様を私がフルボッコしてやろうではないか。チャ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 、リズム刻んでるわ、うざいわ、めっちゃリズム刻んでんな、うざいからマジカルシャインします。一番強い技でピッピカにして差し上げますわ。お前のそのすさんだ心、まあ別にバンドマンが悪いとかそういうわけじゃないですよ。でもね、やっぱりね、どっかで区切りをつける人にならないとね。だってさ、何百万人っている中でさ、売れるなんてのは本当にもうね、ねえ。ということで、この、あいつらもあれなのか。壮絶島をクリアするまでっていうところを目指してたのかな。チーゴの実は確か薬系と、あれチーゴどこ行った、チーゴ、あったあったあった。普通にスルーしてたわ。これがなんだっけ ?7 の、キーか。キーポイント。なんか右側のニンニクとみかんを融合したみたいな。キーの実はなんかあれ。混乱回復。混乱回復がいいですよね。フィラしちゃうよ。ジュポポポポポポポってしちゃうよ。フィラ。はい。ハイルドラゴン、パイナップル爆弾。パイナップル爆弾ってどんな効果だっけ、忘れたな。ファイルは16個もあるよ。よし、じゃあ、チャンチャパパピンシュ。OK、じゃあ、下にいる魚釣りさんを、獲物を横取りしに行きましょう。そのコイキングは俺の、でも、コイキングはちょっと臭そうだからやめとこうかな。やっぱりね、コイってなんか臭い魚みたいな中で、コイコクとかって美味しいのかな。コイの刺身とかね、そこら辺にまだちょっとチャレンジとかしたことがないというか、食べる機会がなかなかないですから、ね、どこでそもそも食べれるのかっていうかわからないかな。クリアボディじゃなくてヘドロイキっていうのは何だろう、普通に物理攻撃したら毒を食らわせるみたいな、そういうあれなのかな。チャラララララパッ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 、どうせ釣れてませんよって、あ、そんな言わなくていいってわかる、うん、うわー絶対コイキングやん、ほらねもう予想通りコイキングだわ。じゃあこいつはまずあれだな、まずは、水。水だったら、スパイスが上がるところか。まあ、とりあえず、あなたの経験値を私がいただきます。チュッチュッ、ありがとう、ムチュー、ムチュール、ムチュール。チャーチャッチャラー。ピピピピピーポン。パパ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 。ポケモンギャラドス。あれ、なんか急に強いのが来るじゃん。じゃあ、まんま、ドンパッチでいきましょう。ドンパッチをダンパッチで、ブンパッチで、ブンパッチ。OK。レッツゴー。じゃあ、スパークいきましょう。スパー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 スチャ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 じゃあ、じゃれつきましょう。ただな、攻撃力が100じゃないっていうね。で、攻撃力じゃない、命中率が100じゃないと、なかなか辛いかもしれないですね。さすがにこれはあれかな、ちょっとダラッとするからカットしてもいいかもしれないですけど、まあ、リアルタイムじゃないや、なんだっけ、リアルを取る、なんで時間だけリアルタイムなんだ、リアルをお伝えする実況ですからね。はい。付き合っていただけたらと思います。ちゃちゃーん。オッケー。ちゃーん。ちゃちゃーん。オッケー。ちゃーん。よし。パーパパパーパパ。オッケー。1040円。まあ。ハイパーボールも買えない。あ、なるほど。下から行ってもよかったのか、これ。キシンと叫んでみたけど何も釣れない。じゃあ俺のお稲荷さんでも釣ってみるか、ユタカちゃん。ギャラドス、ギャラがドスッと刺して、なんかモモピーって名前がなんか
可愛くないって思ってきちゃった。つけた当初は可愛いなと思ったんだけどさ、多分レベルが50くらいになったらまた可愛く見てくるだろうな、うん、人生ってポケモンと一緒だよね。レベルが上がっててさ、いろんな技を覚えてきてさ、その代わりに技を忘れていかなくちゃいけないと。でさらにですね、なんか当初使えてたものがどん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 なんか使えなくなっていったりっていう一方で、レベルが上がってくれば同じ技でも与えられるダメージが増えていくっていうね、うん、何俺は言ってるんだ。よし、じゃじゃーん、離島金のレベルが上がりました。ギャラドス、ギャラドスだから、じゃあまあドンパッチか、ドンパッチがドンパッチしてくれい、やらないです。じゃあギャラドス、じゃあ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 、相変わらずこのやり取りがちょっと面倒くさいと思ってしまう。トップっていい技なんだけどね。サルダ、お前の出番を秒もなかった。サルダ、チャ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 ン、いいね、見てか、じゃあパポピーピプー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 、飲まれた、飲まれ飲まれ飲まれ、ででで、チュ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 、よいしょ、こいつが欲しい。甘い蜜、甘い蜜のポケモンはね、ゴンベとか手に入れるんだったら、まあリアルでやっていくべきなんでしょうけど、リアルでてか、なんだろう、ちゃんと捕まえに行くべきなんでしょうけどね。まあ、今回はね、ポケモンコンプリートまでやってったら、その捕まえるコンプリートまでやってたら、もう時間が足りないので、なんだ、君誰誰、ほんまに誰、こいつ満喫するに言ってる気がする。うん。あ、パワーアップ、おい、なんでしょう、カチャカチャ、え、オス、メスの姿を切り替えて見られると昔と違って便利だな、本、すいません。はい、じゃあマジで何だったの、マジで何しに来たの。あー、喉が渇いたな、いや喉渇いたなって言ってさ、ミックスオールとか美味しい水とかあげたくても、多分これ受け取ってくれないっていうか、そもそも渡すことがこれっぽっちもできないタイプなんだろうな。で、お姉さんは何、これ逆こう、根元の私使う、なんだ48、大文字か、なんだなんだ、スキルスアップ、あー特性をあれなのね、ポケモントレーナーがいるんだ。やかな、左がお姉さんで右が妹さんで、お姉ちゃんいつまでいい年してそんな格好してんのよって怒られてるタイプなのかな。お、背筋のいい、わしは誰じゃったかいの、ワセリじいさん、いや、いいです、どうせあのハートの鱗のところでちゃんとポケモンの技を覚え直してくれるとかっていうことで、一旦レベルアップじゃないや、あ、なんか上にある、あれ図書館だっけ、じゃあ図書館左だったよな。鋼鉄島に行きたいので、まああと10分15分くらい遊んだら鋼鉄島なんとかかんとかダメだ、もうダメだ、もうダメだ、まともに喋ることができなくなっている、まあ、そもそもまともな人間じゃないっていうことだけはもうみんながご承知の沖縄から喋って、ここはなんだ、言葉、文字が重ねて読めない、え、入れないんかい、そもそも入れなかった、私のことは未来予知できちゃうのよ、やめて、2ターン後に攻撃されちゃうからやめて、なだ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 、え、はい、じゃあ俺が調整できるけど、ついさっきジムバッジもらったばかりの俺がさ、なるほど、ジムリーダーよりも俺の方が強いぜアピールってか、ってことはそのお前をぶち殺すことができれば、俺はそのジムリーダーよりも強いから、お前のジムバッジをパクればいいか、そういうことだろ、やっとバードにしてくれたのか、お前ムックバード泣いてるぞ。ここでこいつが出てくるっていうことは全く気づいてなかった。ということで威嚇したから、まあ多分威嚇され返すんだけどさ。いやー。ということで、さて、じゃあ、もう秒速でぶち殺していきましょう。多分レベル36くらい出てくるんじゃないですか。はい。やっぱりね、防御力と特防が低いやつはね、うん。特防が高すぎる私にとっても、なんのこれっぽっちもね、はい。苦労もなく、ぶち殺す。いきなりリーダーが出てくる。しかもまだ猛火なんだ。レベル36だったら豪華になっててもいいんだけどね。チュイーンとす。猛火族。燃えてるぜ。多分こいつ、あ、でも37か。まあまあやるじゃん。さっきのジムリーダー、さっきとか前回のジムリーダーよりは強いじゃん。うわー、さすが攻撃力が高い。42も食らわせてくるのはやるじゃないか。くー、なんだっけ、あ、赤雷の技忘れちゃったな、なんだったっけな、空炎症とかだったかな、うん、
まあ、トゥージャックスの方が強いということで、ヘラクロス。ヘラクロスということは、こいつじゃないですか。まあ、いろんなバリエーションのね、技を、あのポケモンを持ってるやつはね、こう、一つに絞れないっていう辛さがある一方で、こっちもいろんなタイプを持ってるからね、だから一つで統一されるとさ、なんか、行ったりご利用しをしていかなきゃいけないみたいなところがあるけど、こういう場合、いろんなね、弱点をね、いろんなポケモンでつくことができるから、まあ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 、ってことでね。で、こいつ虫格闘だから、はい、4倍。さらに、鳥タイプだから6倍。ごちそうさまでした。さよなら。まだブイゼルなんだ。かわいそうだな、もう。どうしよう。じゃあ、まだ出してないし、ドンパッチでもいくか。かわいそうだな。もうフローゼルにもらってもいい頃なのにね。ちょ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 あと何だったっけ。あ、そっか、あとあれか、なんか服のトゲとか持ってるやつですよね。じゃあさっき言うかった、言ったって言えない、喋れてなかった。ちょっと予想外のこいつの戦いで、ドキマキしてるので喋ることがうまくできませんでした。はい、もともと喋るのがうまくない。そんなこと言わないでください。こんなピンチ何度も跳ね返してきたんだぜ。まあでも、あなたの場合はピンチがそのままピンチで終わります。残念でした。さよなら。燃えろ。これで毒のトゲだけ食らう。毒のトゲだけ食らう。毒のトゲだけ食らう。めんどくさい。毒のトゲだけ。よし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 。スケベ。もうエラーことしか考えてないからな。しかも3900ってさ、もうジムリーダーにもしょぼいじゃねえかよ。俺より少しだけ強いな。だけど行ってくぜ。ポケモンリーダーのチャンピオンになるのはこの俺だからな。まあ、このジムリーダーで勝つ勝負してこいよ。お前のそのレベルでよく勝てるよな。無理なんじゃないかって思うけど。でね、ヒョータパパだぜ。ヒョータパパ最強なんだぜ。はい、建物で静かにお願いします。わかりました、静かにいたします。このくらいのボリュームで喋っても大丈夫でしょうか。びっくりした、ごめん。でここのミオシティにいることによって本は読みやすいのに、ここの本は難しすぎるとか、天井まで手が、ちょっと待って、天井まで届くって言って、あれだね、本を読むことから逃げている感じですかな。はい、一冊の好きな思い、ああ、そういうこと。ここら辺の本は読みやすいけど、下の本はあれなんだね、多分ね、歴史書じゃなくて、多分科学とか数学とか、文系にとっては辛すぎる蔵物書がいっぱいあるんだろうな。で、ジムリーダーに挑むのがいいのか、それとも鋼鉄島に先に行く方がいいのかもしれないよね。いや、予想外のライバル戦で時間を食ってしまった。本当にびっくりしたね。お前ここに出てくるのかって。お前戦ってられないにさ、船が出発して羽橋がビョーンってなったらどうするんだって。あ、男の子元気だ。トーガンさん、トーガン唐辛子。え、これで行けるのか。船乗るかい。鋼鉄島行くぜー。乗ってくぜー。ブッ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 。これあれだね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートに出てくる船だね。で、俺はシラフのままじゃ死なねえっつって、いいから持ってくるのに薬をって相方に言うやつね。最終的に捕まるんだったっけ、作品って確かね。あー、でもね、年収49億もあったらね、そりゃね、もう人生上がったって感じだよね。さて、この辺りで何かあるのかな。あー、やっぱりなんかあるかなと思ったら本当にあった。だからピッピッピッピー。で、ここにあれかな、あいつが住んでんのかな。だよね。あ、でもあそこでなんか回復できそう。あ、いや別に回復しなくても、どうせ回復してくれるお兄ちゃんがこの先現れるからさ。右に行ったら多分先進むから、左は、あ、ポケモン出てくるのかな。出てきたね。出てくんのかなって言った瞬間にゴリッゴリ出てくる。ゴルー、どうしよっかな、これ戦うべきか。石頭ってことは一撃で倒すことができれば、まあ普通にあれが、ただこれ戦えんのかな。ああ、特防は低いだっけ、それともこっちの特防が高すぎるのかな、どっちなんだろう。おお、やった、アタキュータか。よし、アタキュータかとレベル2でアップする。だからなんだかんだこのポケモンの並び X、
ここら辺いるかな。あ、ないか。じゃあちょっと野生のポケモンが出てくると非常にめんどくさいので、もうトレーナーだけでやっていきましょう。ということで、シルバースプレーを一発。チャチャン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 チャカチャンチャ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 ラチャチャキャンプボーイ。でもこんなところでキャンプファイヤーしちゃダメだぜ。あの一酸化中毒になって死ぬぞ。正義出た。正義と書いてジャスティスと読む。ルクシオウルクルクシシオ。あ、そっか、威嚇の試合か。ピピ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 ですよね。じゃあ、まあどうせあれだもんね、回復させてくれるようになるもんね。あーチャラチャ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 高速移動。あ、高速。あ、まあ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 、別にいいかな。スカンプ、スカンプ、スカンプは毒タイプだから地面タイプでボコボコにしようかなと思う。あ、じゃあ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 、へい。抜群、オッケー。落ち葉、正義、ジャスティス。終了のお知らせ、キャンプだけにしとけばよかった。残念ですね。まあ、そういうこともあるよ。黒い鉄球、黒い鉄球？素早さが遅くなるとかだっけ？なんか確実にこう、あ、そうだ、そういえばさ、普通の道具のところに、これか。毒針、毒のある小さな針持たせると、ああでも毒系はない、格闘もいない、くっつき針はいらない、大きな根っこはない、ポイントアップ、赤いまん丸石、赤いかけ、あ違うね、清めのお札、野生のポケモンが出てきて、ああなるほどね、木炭、そうそうそう、木炭を持たせましょう。さっき言うと、じゃあ人さん、くぼ、くぼをあげる。ほう、まあじゃあこれだって、まあいいや、絶対逃げられる。黒鉄球、素早さが下がる、飛行タイプ。ちょ、黒鉄球ってどういうなんか特殊な使い方ができるんだろう。そういうなんかすごいこう道具を駆使した特殊な戦い方に上手な人ってなんか羨ましいなと思ったりするんですけど、僕残念ながらそこまでのね、あのおつむがないからさ、こっちの方行ったのがいいかな。あ、やっぱりシルバースプレー、シルバースプレー使ってシルバースプレーをゲットしたといい。あー、よし、使います。チャチャカチャ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 、ナルミ、ナルミなんとかか、なんとかナルミっていう AV 女優がいた気がする。そういうことばっか考えてない。もうそろそろ落ち着かなきゃいけない年頃なんだけどさ。じゃあ威嚇の試合ですね。威嚇を威嚇する。え、チャ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 、モモピー。じゃあマジカル社員かな。防御力も低いし多分秒で殺せるはずなんだけど、うん、よし。チャ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 。次はチェリム、チェリムか、チェリムだったら滝豊かでいきましょうか。さあこのレベルアップしたチェリムでやっておしまい。あれ、日本バレしたらあれだね、お目目パッチリ。あれ、チェリムってまだ戦ったことなかったっけ。あ、とっくの方にやったことがある気がしたけど、こうじゃなかったね。さよなら。チャ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 、744円、お昼ご飯にも満たないですね。最近お昼、ああこれ下行ったらあれか、ってことはこっち行って、
こっちなんか手に入るんじゃないか。あ、下の方にまたそっち寄らなきゃいけないな。やっぱチャリンコダメだな。やっぱチャリンコダメだ。操作が下手くそすぎ。おつざまな。あれ、左側何もないのか。そんなことあるかな。よいしょよいしょよいしょ。じゃあもう時間が30分なので、一旦ここで区切りましょうか。はい、次回岩鉄島じゃない、鋼鉄島かで、楽しい楽しいお兄さんとの冒険が待っているというところなので。すごいよね、島でさ、こんななんか贅沢な、ねえ、贅沢な、誰が今度これを仕込んだんだっていう話なんだけど、こっち行こう。今、おっちゃんにスルーされちゃったの。ピーピーリクブー Thank you so much。 ちょ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 、このスペース何？何にもない。ああ、戦えるんかい。じゃあもうちょっと戦おう。働くおじさん、こんにちは。こいつと、まあ、戦うのでいくと、まあいいや、普通にやろうか。石頭。とりあえずね、何だったっけ、ゲンさんだったっけ、なんか頼れる男の名前って言ったらやっぱゲンさんだよねっていうところなんですけど、ゲンさんと出会うところまで行けたらそれでおしまいにしようかな。で、次回ゲンさんとイチャイチャする旅をして、でそのままミオシティのトウガンさん、トウガラシさんですよね、ムチのメスっていうところまでやっていこうか。二頭筋、二頭筋、ゴル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 。じゃあ待って、こいつが頑丈でなければいい。あとで、お手手が4つに生えてさ、なぜかね、ゴーリキーから回避になってお手手増えるんだけど、ゴローンからゴローニャになるときにお手手が減っちゃうっていうね。働く車、いやー頑張ってるね。君たちがあれか、エレベーターを作ってくれたんですね、ありがとう。アイアンテール、なんかアイアンテールといったらなんかハガネールっていう印象があるな。ちゃっちゃっちゃっちゃーちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃっちゃちゃー。オッケー、ちゃちゃーちゃ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 ーちゃー。レイス、あー来た、頑丈か。じわじわ減らすか。これ一撃でやられてくれりゃいいんだけど、さすがにそうはいかないと思ったけど、頑丈以外のあれだったら普通にやられてたのね、こいつ。そう、はい、防御力がより高くなっていくね。おしまい。ちゃ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 、おーし、以上なし。こっちの方は多分何かが落ちているはず。何もなく、あ、ちょちょ、スプレー使う。まああと2個くらいしかないんじゃないか、スプレーは。まだね、まだ買っとかなきゃいけないな。待って、よしよしよし、こういう時にダウジングマシンを使う。ダウジン。ピンピンピン。あ、もう、なんか真下にある。あったあった。おお、次ブロムヘキシンではないですか。どうしよう。ブロムヘキシンを使って誰をブロムさせようかな。防御上がる？あー、もう無理か。そうすると、じゃあモンピー使ってあげようか。こいつなんかどんどん役付けで強くなっていくな。インドメタシンとかさ、素早さとか。そっか、もうじゃああれだね、フルタチンは これ以上強くすることができないですね。残念無念、また今週ということでおります。そのゲンさんと絶賛イチャイチャの旅に関しては次回やりたいと思います。それで一旦ここで区切らせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら幸いです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。